皆さんこんにちは、スペースアートダンス TV で今日もエナジー全開頑張っていきましょう。今日はラコステというステップをやっていきたいと思います。16ビートを刻むのでね、すごく楽しい雰囲気になるとともに、つま先とかかとでバランスをとっていきます。ここが非常に難しいポイントかと思いますので、チャレンジしていきましょう。シッセッレッツゴー。それでは初心者でも簡単にできるステップ、ラコステの方を解説していきたいと思います。ラコステのポジションはとても簡単ではあるんですが、早くやっていくとバランスを崩してしまう場合もあります。しっかりとポジションを覚えていきましょう。まずノーマルポジションとして肩幅程度に立っている、この状態ですね。この時に膝柔らかく使ってジャンプできるようにしといてください。2つ目3つ目は新芽になります。1つ目は体をこちら側にひねった状態で、つま先とかかとでバランスをとっている。反対も同様です。つま先とかかとでバランスをとっている。上半身はスタイルにもよりますが、ダウンを入れたりすることも、アップを入れたりすることもできますし、体を正面でキープしてこのように持っていくこともできます。そしてこれを軌道としてはいちいち跳ねていくということを私たちは今回選択していますし、わざとねじる方を強くする。ただまあこれをね、ラコステというステップと呼ぶかどうかというのは別として、しっかりとこのように跳ねていくものとラコステの形を使ってツイストをしていくという流れがあると思ってください。今回は16ビートしっかりと取ってきますからね、ここ1個ずつ跳ねるように頑張ってみてください。それではレベル1になります。レベル1はゆっくりとバランスを確認していこうコーナーだと思ってください。1、2、3、4、5、6、7、8、比較的バランスさえ取れれば簡単だと思います。レベル2に移っていくと、この倍の速さ16ビートで取っていくことになります。せーの、タッツカ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 、5、6、7、8。はい、この足を真ん中にしっかりと戻すということもコツになってきます。レベル3はシングル、シングル、ダブルとなっていきます。やってみましょう。せーの、シングル、シングル、ダブル、シングル、シングル、ダブル。はい、このダブルを入れるところは真ん中さえ取れれば比較的難しくないと思います。さあレベル4に移っていくと、腕を入れてみましょうというコーナーになっています。まず肘を上げて、ここ90度四角形みたいなものを作ってください。そしてそれに手を添えるような形にしますね。このような四角形を作っていきます。そこから反対にアクセント、そして手を伸ばして肩を支点にして回していく。そしてまた四角でアクセント、アクセント、アクセント、回す、アクセント、アクセント、回す。手だけでアクセントを取ると少しかっこ悪くなってしまいますので、少しアップのリズムなんかを混ぜるとかっこよくなるかもしれませんね。ステップに関してはシングル、シングル、ダブルで変わりませんので、カウントで少しお見せしましょう。せーの、はい、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セー。はい、このように手を混ぜると少し混乱してしまうポイントがあるかもしれませんが、ここはしっかりと練習して慣れていきましょう。以上でポジションとメニューの解説は終わりになります。 Tips コーナーではバランスの取り方や手の振り方のポイントなどをお伝えしていきたいと思います。
それではいくつかのコツの方をご紹介していきたいと思います。まずバランスが取れない、取りづらいという方に共通しているのは、このつま先とかかとでバランスを取るということが非常に難しいと思います。ダンスではつま先つま先でバランスを取ってツイストしたりするものだったり、かかとでバランスを取ったり、この対角線のね、つま先とかかとでバランスを取るっていう、これを非常に使い分けるっていうステップがたくさんありますので、今回に関してはこのつま先とかかと、そしてさらにそれをツイストさせている状態ということですね。で、まずこのツイストのさせ方なんですけれども、つま先とかかとで一回正面のままバランス取っちゃってみてください。このバランスです。そこから体をゆっくりとツイストしていく際に、膝だけをツイストしていくようなイメージにするとバランスを崩しやすくなってしまうので、腰ごとツイストをしていくようにしてみてください。そうしますと、ちょうどこの太ももが自分の重心の下に入ってくるようになりまして、ももには負担がかかるんですが、この内股になっている方にバランスを置きやすくなりますので、ふっ、一瞬だけでもいいので、ふっ、はい、1秒か2秒ほど耐える練習をしてみてください。そのバランスが分かったら、この真ん中のノーマルポジションのところから少しジャンプをしてその位置に入るようにしてみます。せーのでストップ。はい、これができました。せーのでストップ。はい、これである程度バランスが取れるようになりましたら、このバランスの悪い位置で反発をもらってノーマルポジションに戻ってくるところまでやってみましょう。せーの、ほいほい、せーの、ほいほい。はい、このバランスが取れるようになって、しっかりと反発をもらえるようになると連続してできるようになりますし、腰が入ることによって体も大きく使って見えるようになります。余談になりますけど、上手い人だとかかとがこっち側まで行ってバランスを取ってる人いますので、羨ましいな、柔軟性もあるな、筋力もあるなというふうに思うことがあります。ぜひ参考までに頑張ってみてください。今回の実践メニューではやらなかったんですけれども、胸のアップダウンを入れることで体を大きく見せたりとか、リズム表現を増やしていくこともできます。アップ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 、ダウンでも同じです。ダウン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 。はい、このように胸を使うことによってリズムのバリエーション、そしてボディのシルエットを変えることができますので、参考にしてみてください。さあ、最後に手の振り方が少し難しいよという方がいらっしゃると思いますので、まずここでアクセント、ここでアクセント、2つ目までは大丈夫だと思います。1、2。はい、このアクセントの取り方としては、肘で取るというイメージよりは肩甲骨でグッグッグッ、このようにこの辺で取るっていうことがイメージとしてはいいと思います。これでアクセントが見えやすくなると思います。次に、手を回転させる時の足とのリンクが難しいと感じる方もいらっしゃると思いますので、ポイントをしっかり置いてみましょう。まずシングル、シングル、次ダブルのダのところで、ダ上で取るようにしてみましょう。ブー、ウ、ここで持ってきて、ル、シングル、シングル、ダ、ブル。はい、そうです。このダのところで上にいる、これが非常に重要なポイントになってきます。次に、そのまま自然に回してきたら、ここでアクセントを取るために、ダ、ブ、ウ、ここをウの時に通過点としてルでアクセントを取るようにしてみます。数えながらやってみましょう。シングル、シングル、ダ、ブル、ウ。それではステップと一緒にやってみたいと思います。せーの、シングル、シングル、ダブル。はい、このノーマルポジションに戻ってくるまでが1パックだと思って練習してみてください。ラコステっていうステップは非常に初心者向けのステップだと思います。足の裏を使ったバランス力が上がることもできますし、上半身でリズムをキープする16ビートの練習なんかにもなると思います。重心の横移動が比較的少ないので、どちらかといえば簡単なステップに分類されるかなと思うんですけれども、バランスの取り方、ここは絶対に注意してみてください。そして今回はちょっと難しいポイントとして、手を回すということをチャレンジしてみました。16ビートを刻みながら、手は円で描いていく、この両立をできるようにリズムを感じながら練習をしてみてください。それではティップスコーナーを終わりにしたいと思います。スペースアートダンス TV では皆様がエナジーあふれるダンスライフを送れるように、そして皆様のハッピーにつながるように動画を作っていきたいと思います。今日のラコステというステップは私はもう大好きで、楽ちんだし楽しくなるし、すごく好きなステップです。今日はどうでしたか？ですね、うん、私は結構この羽感とツイスト、うんうん、
かな。両立がまだちょっと難しいかな。なるほどね。どっちかというとさ、アキリコはこうツイストの方が得意で、16ビートがちょっと苦手な方だと思うので、あれは手を入れるのはどうでしたか。あ、でも手を入れると、うん、ここのアクセント、引っかかる感じが、はい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 、なんか勢いになってやりやすかったか、うんうん、そうだよね。16もすごく良かったと思うし、この上に行った時に肩甲骨でアクセントがグッて取れてたから、それが多分次の16ビートにつながりやすかったと思うので、でなくてもこうやって、うん、肩とかでも感じられるようにすればもっと16楽になると思います。皆様もぜひチャレンジしてみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。